製造業ったら相当こうどこの企業もそうだったけど、はい、製造業もすごい打撃が多かったんですよ。なるほどなるほど、はい、それでそんなことがあった、いやこれはもう将来ね、製造業ちょっといかんじゃないかと、はい、それで、まあ、たまたま僕の知り合いの方が、東京の方が、別の水素水の開発やってて、うちの会社を提供しちゃったやつよ。なるほど、この会社、うちの会社使ってやってみて、やってみたらいいよってなことになって、はい、だそれが今現在もやってます。あ、もうやってる、そこは今やってます、はいはい、で僕らにちょっとそのね水素水がもう非常に難しいもんで、その作り方も、まあ、技術は全然違いますもんね。全然違います、うん、あ、そうなんですか、まあ、それで、なんかやっぱ水素水はいろんな面で見るとかなりいい商品ができるじゃないかと、はい、これから僕は水素水の時代が来るじゃないかと思っていた、実際水素水時代が来ていますね。自動車もなってますね、うん、すごいですよ、まあ、そっちの方はちょっと無理だもんで、簡単でできるのをないかと思って、それを水素の水がまあチラチラ耳に入ってきましたもん。なるほどなるほど、当時、その時高専さんの学校へ、はじめ先生って方がいたんですけど、相談に行ったんですよ、そしたら協力するからぜひやろうと、三学共同で開発しようと、水素水を、それが始まりです。沼津高専の、とのそうです。沼津高専自体は面倒くさがんなかったんですか？いやいやいや、もう喜んで、八木下福蔵は、そんな校長です。お友達のね、正直言って、寄付をやりましたもんで。ああ、そういうのもあった。そういうの込みで込みです。それでいよいよじゃあ水素水を作ってみようじゃないかと、いうことになったんですが、柴田さんその時も絡んだんですか？まあ柴田さんは途中から入ってました。これからまだ高専との話は、僕らが最初です。まずやってみるかということになったんですか？だけどこの水素水の難しいところってのはやっぱあるわけでしょ？ありますね。やっぱり苦しみ、僕らもこの商売は全然違うでしょ。違いますね。製造業が水素水じゃね。でやっぱ単純だからできたと思います。僕はこれで深い考え方ってできなかったと思います。いろんなこと考えたら、そういうのは、まず缶に入れようと。缶に他も調べたら、全然無理ますからダメですね。水素水ってそうそういろいろインターネットで見ると、水素水の特徴から聞いてみましょうか、水素水って水に水素やらいいんじゃないですか？いや、それはできます。じゃあそれを閉じ込めることができないです。あ、ここ問題なんですか、千原さん。そうですね、難しいですね。結局水に、まあ、水素自体の分子がものすごくちっちゃいので、細かい、そう、なので水からすぐ抜けるんですよ、それを。あ、抜けちゃう。そうです。それを閉じ込めるっていう技術が一番難しい。あ、そこが問題だったんですか？そうです。あ、じゃあ水素水っていうのは言ってみれば簡単？そうです。作るのは、それを、そう、単純に考えると、考えれば、まあ、簡単ではあります。難しくはないと、はい、それを、水があってそこに水素入れないかって、はい、そうです。それを入れる容器ね、保存しとくのが大変、そうです。そうですね、よくこうペットボトルとかパウチとかいろいろあるじゃないですか、ありますね、はい、一応言っていいか分かんないですけど、一応無理ます。あ、漏れちゃう。漏れちゃって、ね、水素水になっちゃうです。普通の水になっちゃう。そうです、はい。あ、ここのところが一つ技術的に難しいところ、そうですね、そこのところを産学共同で開発してったんですか？そうです。特許も取りましたもんね、これ、その技術。どうしたらいい、閉じ込められるかということ、はあ、それどのくらいかかりました、時間？やっぱ2年、3年ですか。3年ぐらいかかりました、閉じ込めるのに、うわ、だってね、もう水素水はあるから、どうにかしたいじゃないですか、気持ちとしては、いろんな人に早く飲んでもらいたい。閉じ込めておくことが大事。これ今缶になってますね。そうです。缶の中に水素が入ってる。閉じ込めてあります。ちょっとそれで分かるからやってみて、開けてみて。これいいんですか？あの紙ダメだよ、どかしとかないと。え、何、そんなに水飛びますんで。ちょっと待って、怖い。あのマイクの前で開けると缶の上にセロテープ貼ってあります。これは何ですか？開封時中身が飛び出ますって書いてますよ。中身が、開けるときに中身の水が飛び出るんですよ。なので注意書きを。大丈夫ですか、これ？大丈夫ですよ。それは別に危険では何でもないですよ。で、普通のプルトップだから、それ上げて。いきますよ。ちょっと待って。うわー！ちょっと。ほら。すごい飛んだ。これが社長証ですか？そう、まあ、さん。そうですね。この満タンに入ってることで、長く保存できるっていう技術を、うちの会社が。そうすると例えばこれ今プシュッと出ましたね、あの噴水みたいに、すごい出ましたけど、これ噴水みたいに出なくなったら水素もう終わっちゃったのっていうことですか？
まあそんなことないこれはまあないけど、まあ、あの、はい、感じとしては他のところは基本的にその空隙っていうか隙間があるので、はい、どうしてもそこに水素が溜まるんですよね。なんで開けた時にそこからもうすぐ間違い抜けてしまうんですよ。その時間が経つことでペットボトルがなんかなんかの、はい、これはもう満タン、あ、そうそう満タンに入ってるので、あ、すごいよ、揺らしてもね、ほらこっちです、揺らしてもね 音がしない。普通はパチャパチャっとなんじゃん。今揺らしてますけど、あの缶でペコペコってこういう音がしない。しないよね、ほらそのくらい入れてる。そうです、満タンに入ってます。これ満タンに入れる技術って大変なんですか。いや、それなんか簡単です。それがまだいい。それはだから抜けなくするために満注しなきゃダメです。はあ、満タンにしなきゃいけない、すいません、開けたら飲んだ方がいい。飲んだ、飲んだ。味をちょっと。いやいや、このままなんか抜けちゃう気がして。これ水自体は何を使ってるんですか。あの水は富士山の伏流水ですね。小山町って書いてあります。静岡県小山町。だって。へえ。これ開けて水素なくなっちゃうことはないんですか。いや、すぐには抜けない。あ、大丈夫ですか。だいたい他のところはすぐ抜けるから飲めっては言ってるんですけど、うちの商品は開けてだいたい2日ぐらいは大丈夫。これ開けても2日ぐらい大丈夫なんですけど、衛生上1日で飲み切ってほしいなって思います。あ、なるほど。うまいじゃん。すごいまろやか。そう。冷やしてなくてこれ常温ですけど、 すごい優しい。そう。うわ、美味しい。すげえ。だからぜひね、味わってもらえればこの良さも分かる。これね、俺もそう思う。飲んでもらうとすごいよく分かると思う。これ美味しいお水っていうだけでも十分ですね。十分十分、すごい美味しい。これ今富士小山の恵みって書いてありますけど、そうです、小山の恵み水素水と書いてあって、まずこれにするのが大変だった。閉じ込めるのっていうよりかは、うん、その水の中に水素をたくさん詰め込む、まあ、入れる作業、はい、っていう技術が多分難しいんです。それでもう一つは、もう一つはまあいっぱいありましたね。缶に、全世界水に缶に水詰めることしてないでしょ。ああ、意外にないな。ないやつ、意外にない。あのあれですよ、保存の水ぐらいですよね。あったとしてもね、ペットボトルが多いよね。ないです。ないか。ない、うん、ないないですね。ないです。それが大変だったです。それなんでですか、ないのは。許可ならないです。ああ、缶に水入れるのって許可が必要なの。許可というか、うん、あの缶メーカーさん自体が、うん、今までそういったことをやったことがない。あ、水入れたことない。そうです。缶に水を入れるっていう考えがまずなかったので、うん、まうん、そこで一旦缶をやっぱり拒否されるんですね、うん、缶で、はい、缶で、まあ、高専さんに頼んで、うん、缶メーカーさんで一回検討してくれお願いして、そうです、そうです。活躍した。そこでそこでみんな沼津高専で出てます。沼津高専、缶メーカーに水を入れる缶できないかと、それもやっぱ缶メーカー大手が4社なんですよ、はいはい、全部最初拒否されました。そう、水入れるのはちょっと無理だと、もう実績がないからダメ、はい、あ、やだよと、うん、それで困っちゃって、で高専さんにお願いし、また、沼津高専、うん、今のところで優しかったんですか。普通はできないらしいですね。学校は企業 の、 その実験はやるけど、そういう、なるほどなるほど、そういうお酒を担いで遠慮に回るみたいなことは一切できないと。本当はやんないと。それを僕の免じて、いやー、もうその時社長だった。社長のことだった。柳下九蔵はやりますよ。私の同級生。そうです、一期生ですから沼津高専の。それ命拾いです。いや、で探してくれたんですか。それで探してくれて、それで交渉してくれたんです。交渉してくれて、やってくださいと、それでやっぱすぐにはできないと、うん、やっぱ半年ぐらいを余裕をもらいたいと、実験しなきゃならないと。はい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 、で柴田さん、これ、この水素のね、分量、はい、分量自体がそのたくさん入れるのがっていうんですけど、それは何かあるんですか。ペーハーとかいろんなのがペーハーはないですね、うん、どちらか。これはどのくらいの分量入ってるんですか。世間いっぱいありますよね。世間一般で最高でだいたい 1.6 が今最も、まあ、飽和状態で多いんですよね。多い、はい、水素の含有量です、ね、そうです、そうです、含有量入ってるね、そうです。なんですけど、表示は 1.5 と書いてあるんですけど、今結構高くなってて、1.8 ぐらいは入ってます、1から 1.5 なそんな増えちゃったのは何なんですか。やっぱり 技術ですね。もっと良くなっちゃってるの、技術が。以前は1から 1.5 ぐらいの、あのものだったけど、もっと上がっちゃってるの。そうです。
じゃ書かないと損するじゃないですか。だから缶がもうできちゃう、またお金かかる。ざっくり言うと1から 1.5 っていう。でその1から 1.5 も、うん、何でしょう、ペーハーがね、その、いや濃度ですね、濃度、水素の濃度が 1.5 なんですよね、マックス、うん、でそれは製造した日が 1.5 で、うん、1年かけて 1ppm ぐらいまで下がるっていうような感じなんですよ。なるほどなるほど。それでも1年間も、そうです、持つっていう、ちょっと落ちても、なくなっちゃうわけじゃないよ。なくならないですね。あ、なるほど。あ、缶の後ろに書いてある、書いてある数字、ね、賞味期限ですか、うん、いわゆる、はい、1年、なるほどなるほど、へ、確かに私いろいろ試しましたけど結構賞味期限が短かったり、3ヶ月みたいな、そうですね、3、4ヶ月が今メインですよね。なんか通販でだいたい頼んで、そうです、2、3ヶ月後にはもう切れちゃう。最初俺も水素水でやったのは、はい、石入れたりですね、はい、なんかそんなようなのを入れると水素水ができるっていうようなことを言われてやってみたんですけど、なんかこんなに美味しくないしよく分かんなかったんですけど抜けてる、あのもう抜けてる、抜けちゃう、抜けちゃうです。ペットボトルに加えて、ええ、そう、ペットボトルはすぐ抜けます。そうなんですか、はい、なのでペットボトルで水素水って言ってるやつは、ええっていうか、ちょっとあれですよね、うん、いや、どうかな、ね、全然あげまへん、全然あげまへん。気をつけないね。そうですよね、だってわかんないもんね、色がついてるわけでもないし、そうそう、うん、そうです、匂いもないし、ないし、ね、そうです、わかんないです。どうやって見分けるかって、やっぱり表示されてる数字見て、選ぶわけですよね。そうですね、これすごい。それで一曲いきますか、ちょっと一休みして、今日ね大丈夫です、うん、そのままいきますよ、大丈夫、はい、もうこれ盛りだくさんなので。それで、それでじゃあ水素水は水素水って言いますけど、はい、うん、水素水を何がいいんですか、いやこれを摂取すると。水素水は、その水素水じ、あ、まあ、水素自体に還元作用があるんですよ。水素自体に、はいはい、でその還元作用っていうのが、還元作用って何ですか、まあ、酸化物に、うん、から電子を奪い取る作用があって、はい、その電子を奪い取ることで、まあ、細胞、酸化された細胞が健康な状態に戻る、はい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 、だからその健康な還元作用があることで、まあ、人の体に何かしらいい効果があるんじゃないかっていうので期待されて水素水っていうのができました、うん、で、まあ、簡易、そうです、で簡単に体の中に入れれるからっていうので水素水がその暗印されてるんですよね。なるほど、なるほど、なので結構いい、いい効果というか、まあなんて言うんでしょうね。これなんかあの、いや簡単に言うと、中国の3000年の歴史の中で、あの若返りというかですね、年、を取らないとかですね、そういう不老長寿の薬はねえのかというのをずっと研究してきて、あんまりなかった。この水素水はありえますかね。割合そういうこと言われてますけどね、だから僕が実験中ですから。あらえ、どのくらい飲んでるんですか。僕1年半ぐらい。はい、なんか感じられることとか。もう感じないです。感じてますか。体力落ちてたんですけど、実際に普通の生活してますよ。何も変えてないです。やっぱ違いますね。自分が言うのおかしいですけど、まあこう、なんていうんでしょうかね、あの簡単には言えないですけど、あの錆びていかないって感じですかね。まあ、医学上なんかそういうのですね。サビがあってね、サビはね、サビていくからとか、どんどんどん老化してて、酸化していくみたいなことが、それを除いてくれるのが水素だっていうことですかね。で、あの、まあ、ビタミン C とかもサビを取り除くって言われてるんですけど、はいはいはい、まあ、水素は分子がちっちゃいから、はい、その細胞の隅々まで行き渡るっていうので、本当にあの、細胞直径だから、そうです、そうです、そうです。なるほどね。あ、そういうことですか。ビタミン C とかって結局分子っていうか大きいんですよ、はい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 、なので細胞を通過することはできないんですけど、はい、まあ、水素は一番ちっちゃな分子なので、はい、その細胞を簡単に通り抜けれるんですね、はい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 、で、まあ、活性酸素っていうものがその水素、まあ、電子とかを引っ張る力が強いので、はい、そこに水素がギュッていって消滅、はい、消滅するというか、まあ酸素と反応して水になって、はい、で体内から活性酸素がなくなっていくという機能ですね。排除していくという、はい、そうです。あ、そうすると、だからこれはやっぱり実際上長いこと飲んでいくと実感として伝わってくるということですね。即効性がないから続けてもらいたいというのが一つね。あ、すぐにすぐっていうことではなくて、やっぱり長い目で見ていかないといけないと、ね、基本的にもう機能性食品そういったものじゃないですか。そうですね、もう長く飲み続けることで効果効能が分かるっていうものなので、飲み続けていただけると、
こう、まあ、何実感できるんじゃないかっていうのはあります。そうかもしれないですね、はい、あの女子としてあの飲むのももちろん話題になってるんですけど、はい、パックとか、はい、お風呂に入れるといいとか、はい、いろいろ聞くんですけどどうなんですか。実際ねうちの先ほど言った会社ありますね、はい、実際やってます。あれあのマグネシウムから水素を入れて、はい、それでパウダー式にして、はい、それで化粧品作ってます。へ売れてます。違うえで違うの違うだし違う、違うんだ。肌が白くなる。先ほどの本を持った太田先生とのあこの本ですね、水素の力っていうね、その人はやっぱり実験で宣伝してますよ、うん、へえ。そうすると水だけじゃないよ柴田さん、水だけじゃもうダメ、なんかもっと研究しちゃう。いや、まあまあ他にもいろいろ考えてますけど、ね、まずこれをね、まずお水をね、これをまず、ね、でまあこのお水も、うん、あの結局飛び出した水をこう肌にすり込むとまた肌がそうだよね。そうそうそう、今机に飛び散ったのを肌に塗ればよかった、ね、これ今プシュっていくのあれだけど、これまあまあ一応飲んだりとかするけど、はい、これで顔洗っちゃったら高いものになるけどでもそういうことですよね。そうですそうです。だからあと残ったものをこう振り付けて顔にこう、うん、もったいないからこうやるちょっと一滴一滴でも残ってたら一滴二滴ね。ああすごい。なるほどなるほど。で今回あれですね、新商品も今開発中というお話を伺ってますが、もうそれもある程度できております。はい、できてる。なんか違うんですか。そちら何ですか今度。ちょっともっと濃度の高いもっと高いの水素水、を作ろうこれを差別化しようということで。あ、高ければ高いほどいいんですか。そうですね、少ないよりかやっぱ高い方の方がいいかなと思いますね。濃度が高い方がいいからな。はい、あそういうのはいつ頃あれですか。まだ秋頃ですね、新商品が出てる、うん、はい、そうです、ね。なるほどね。海外はどうですか。海外は一時出過ぎました一時出過ぎた。日本国内に出ちゃってる。月10万本作ってました。すごい、ダメですよ社長まずは日本でしょなあ、日本はなかなかやっぱこう浸透が遅いもんですから。なんですかね、もともとのお水がいいところもあるかもしれない、まあ、まあ、ね、まあ、大体あのお水を買うなんて文化はなかったことだから、ね、これはもうちょっとお水ですけど、ね、水素水だけど水じゃないですもん ね。その意味で言うと、うん、そうです そうです、ね、その意味で言うとね、そうです、もうサプリメントに近いみたいな感じだもんね、まあ、そうです ね、そういうことだと思うわ。これあれですか、商品欲しいっていう方はどうすればいいんですか。インターネットによる通販を取り扱ってますので、はい、インターネット。じゃあもしあの社長10月新商品出る、うん、はい、その時はあの今あの聞いていただいたと思いますけど、ラジオショッピングうちやってるんですよ、はい、ぜひ出してくださいよ。売ってなんぼですから、ね、いいですか。お願いしますよ。ぜひお願いします。うちの、 あの営業の原というのがおりますんで伺いますんで、はい、ぜひお願いします。そんな高いことはしないと思いますんでぜひあの静岡の人にですね。そうだって静岡の小山町のお水だから静岡の人に飲んでもらいたい。分かっていただいて、だからバナジウムもそれは飲んでるでしょうけど、うん、それともまたちょっと違うぞと。そうです、ね、単なるバナジウムの味とはまた違いますよ ね、この水素水はね。すごいもんね、美味しくて。そういう力もなきゃね、やなきゃ売れないですから、ただ置いてくだけじゃね、やっぱそういう宣伝もね。そうですね、知らない人だっていると思いますもん。いや結構まだ多いです ね。静岡の水素水って聞くとまた安心じゃないですか、私たち。水はね、そうそれはバナジウム使ってるっていうのは、そうね、水は結構この静岡の水は美味しいですからね。美味しいですから、その上ですよ、水素たっぷり。そうです、そういうことですね。そうです、それで味わってもらいたいですね。水素たっぷりの水素水いただいてみませんかみたいなことですよね。それでなんだっけあのアフリカのあそこにあのうちのね、うん、あの瀬戸内海賊物語のプロデューサー、はい、増田由美子っていうのがいるんですけど、はい、増田さんっていうのもすごいあれで、あの社長と食事して水素水を、あのでまだ名前がつく前に、はい、俺うちにいたら今あとさ今静岡にいんなよって言うんだよああそうですかって、今沼津って言うから何してんのったら今度水るんだよ水って言うから俺バナジウムでも売るのかと思ったら、うん、あそうですかって、まあ、俺静岡俺も結構多いですからって言ったら、それでやっとこの間水素水っていうのは分かったの。なるほどね。バナジウムってだけじゃなくて、それでなんかどう、うん、アフリカにじゃあ中東のカタールへと、カタールへ、ええ、
語るの殿様、殿様でにもう飲ましてます水素水を、この水素水、気に入っちゃってんの、うわ、今送りました2回ほら、カタールの王様も飲んでいる水素水、そう今やねえ、ぜひぜひこれね、あの今ラジオを聴きの皆さんも試してみたいと思いますので、そうそう、今日プレゼントいただき、はい、来ましたので、うん、そうね、はい、皆さんにも応募していただきたいと思います。太っ腹です。10人の方によろしいですか、はい、富士大山の恵みお一人一箱です。30本入りだいたい1ヶ月ということですから、はい、何かこう感じられるかもしれませんよね。そうですね、はい、30本試したら結構いいですよ、うん、そうです、ぜひぜひ10人の方にプレゼントです、宛先いつものところです。ファックス 054-288-3333、 メールは kai@digisbs.com となっています、富士大山の恵みと書いて応募してください、またインターネットの方ですが、フリーダイヤルなどはご紹介して大丈夫ですか。はい、はい、それでは飲みたいという方、フリーダイヤルは 0120-435631、 0120-435631 です。またメールファックスもあります。メールが info@hakomeg.jp ですね。 info@hakomegu.jp です。さらにファックスは 055-929-2384、 055-929-2384 ということになっています。ぜひぜひ興味のある方は購入してみてください。今これあれですね、新商品との移行がちょっとあって、はい、そうです、ね、なんでインターネットの方がシステム移行 で、うん、使いづらくはなってますので、はい、なるほどなるほど、それで頼めば今のこの、はい、これだって12分ですよね、はい、そうですね、この富士山の、ね、小山の恵みね、はい、他社のメーカーさんよりちょっと多いと思いますよ、多い、濃度がね、濃度多いです、はい、ね、でまあ、いろんな水素水がいっぱいあっていろんなことあるけど、まあ、ちょっと試していただけたら、そうですね、いいですよね、よくあるのがね、今作って水素水作ってそのまま自分で飲むとかっていうのは、はい、ありますね、サーバーとか、うん、自分たちで作るやつがありますよね、うん、ああいうのはどうなんですか。あれもう、まあ、いいとは思うんですけど、作ってすぐだったらいいのかな。そうです、すぐだったらいいんですよ。それを持ち運んでっていうと抜けちゃったりするんですよね。そうです、そういうことだね。しかもあれって水道水でやると水道水の水が美味しくなかったりするからでしょ。あ、まあ、ミネラルウォーターを入れてやる人たちもいますけど、元の水が良くないと。そうです、そうです、そこ行くと、こじゃあの恵みはこの水道水はバナジウムでいいやつ使って美味しいお水ですから、はい、余計あれですね。そうか、柳下福ちゃん校長先生とあの、ね、沼津高専とこの缶に水を入れたと、はい、ジュースとかあるけど水がないと、そうです、これですね、三角共同、そうです、はい、ね、ぜひね、静岡の水ですから、皆さん一度は飲んでみてください。今日のゲストは話題の水素水、富士大山の恵みを沼津工業、高等専門学校との共同研究で開発しました株式会社日光製作所代表取締役会長小林利美さん、そして開発部の柴田圭介さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。また新商品できたらね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ショッピングの方お願いします。はい、それ重要だからね。はい、それでは曲をおかけしましょう。井上陽水で少年時代。